じゃあ、こんにちは。豊川さん、はい、見ている方からいろんな質問がコメント欄に実は来ていて、あ、結構あるよな。そうなんですよ。嬉しいよね。嬉しいです。そう、うん、本当に思ってるもんな。いや、なんか先急いでるけど大丈夫思ってますよ。時間はまだたっぷりあります、はい、中でもちょっと私気になった、質問がありまして、はい、アツシスメールさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。豊川さんに質問です、はい、別動画で1軍と2軍でホテルの食事とかに雲泥の差があると伺いましたが、はい、これコーチもそうなのでしょうか、はい、まあ、コーチってよほどのことがない限り1軍2軍の、まあ、行き来往来ってないですよね、うん、ということは2軍のコーチの方々は先方の眼差しで1軍のコーチの境遇を見ておられるのでしょうか。まあでも2軍のコーチもさ、はい、1軍経験者だよね、選手の時は。そうですね。だからその待遇の違いっていうのは分かってるよね、はい、まあ、例えば太陽とかベイスターとか DeNA とか、まあ、横須賀でやってるんじゃない、はい、その時は食堂があって、うん、おばちゃんたちがいて、はい、食事を出してくれるんだよね、うん、昼食をね、はい、まあもちろん晩飯って言ったらさ、うん、寮のご飯であったりだとか、あの外、まあ、結婚してる人は家帰ってとか、うん、だけど、はい、昼食に関してはまあ2軍でもそんなに悪くないよね。そうなんですね、ボリュームもあるし食べようと思ったら、うんうんうん、でちゃんとしたものはやっぱりこう体が資本ということだけあって、はい、いいものは出してる。ああ、例えばそれが遠征先に、遠征先になるとね、俺2軍のね、はい、経験がないから。あ、そっか。だから2軍が遠征先でどんなものを食べてるのかっていうと、はい、ちょっとわからないんだよ。これ移動とかって1軍と2軍で差ってあるんですか、うん、飛行機だと。いや、それはもうさ、はい、少々遠いところでも2軍だとバスで行くよね。バスですか。バス移動とか、はい、まあ、現地集合とか、はい、まあ、例えば車持ってる人は車で行くとか。え、それ自分で運転していくんですか。いや、だからまあその結婚してる人はね。へえ、うん、でもバスの乗りたい人は、はい、2軍の寮に車を置いて、うん、はい、バスに乗って一緒に行ったりとかはするけどね、はい、うん、だから、まあ、一軍の場合は、まあ、例えば大阪遠征だとか、うん、まあ、そういう時は、まあ、新幹線で、うん、まあ、登録28人じゃない、はい、それはもう最低、昔でもグリーン車に乗れた、はい、で裏方さんは指定席。グリーンじゃないんですか。グリーンじゃない。でも同じ戦ってて同じ戦力っていうふうに考えてくださいよと、うん、で選手会がその球団と掛け合って、まあ、全員グリーン車に乗れるようにはしたりとかね、はい、そういう努力はしていったよ。で今では、はい、広島ちょっと距離が遠い時は新幹線で行くか、うん、飛行機で行くかっていうのは自分で選べる。あ、どっちでもいいんですか。どっちでもいい。だからまあ新幹線で寝ていきたい人たちっていうのは、はい、新幹線で行くし、はい、でも広島空港っていうのは場所が変わって、うん、やっぱ着いても1時間ぐらいかかるんだよね、市内までに、うん、もうそうやったらもう寝てる暇がないじゃない。そうですね。だから新幹線で行く人、うん、まあ寝なくてもいい飛行機で行く人、飛行機乗るのが嫌だっていう選手もいますもんね。あ、もちろんもちろん。江川さんなんかそうだよね。そうですよね。沖縄なんかはもう船で来るんじゃないかっていう勢いだもんねもうそのぐらいなんか飛行機恐怖症というかさ、いる、野球選手もいますよね。いるまあ俺はどちらかというと飛行機派だけどね。もうスピーディーに行きたいっていう。そうそうそう、うんうん、でもやっぱ体が疲れてる時っていうのは、うん、もう少しでも寝ていきたいと思えばもう新幹線選ぶけどね。あ、そういう時ってじゃあ新幹線で行きますっていう選手たちは必ず決まった時間に、うん、その連に乗って一人別行動で行きますみたいな。帰りはね別行動でも。あ、いいんですか、うん、それと、はい、なんていうの、移動ゲームじゃない限り、はい、大体、練習がない限りね、はい、ついて現地集合で練習であれば、うん、みんな同じような行動を取らなきゃいけないけども、はい、完全に移動だけってなると、うん、時間は自由。あ、そうなんですね、うん、まあそういうことも考慮されてる、今はね。昔はもう全部単体行動だった。厳しかったんですね。でもコーチとかだったら、はい、まあ、ヘッドコーチやってる長瀬さん、はい、長瀬さんが新幹線って言ったら俺も新幹線になるし、え、飛行機って言ったら飛行機になるし。いや、でもその中の会話っていうのが大事なんだ。あ、いろいろ
こうした方がいいんじゃないですか、ああした方がいいんじゃないですか、そうだな、だからこうしといてくれ、ああしといてくれっていう話もあるし、だからそういう移動に関してはコーチになるとやっぱ監督がどういうふうな動きを取るかだよね、うん、そこに一緒に帯同してその乗り物でくっついていくっていう、そうだね、ああ中畑さんの時とじゃあどんな話されたの、うん、いやいやだからチームをどういうふうにしようかとか、はい、まあ例えば広島行く時とか長いじゃない、うん、で3戦の先発ピッチャーはこうだから、うん、じゃあこれと相性がいいからこれ使ってみましょうかとか、うん、打順はこういうふうにしますかとか、まあそういう話をしてるよね、あそうなんですね、うん、だからまあついて広島の食事っていうのは美味しいんだよ、はい、食べ物豊富でしょ、うん、いろんな海の幸山の幸があるところだから、はい、だからみんななんかこう入って用意されてるものを食べて、まあ、飲み行く人は飲み行ってリラックスして帰ってくるし、はい、でも札幌行った時はさ、はい、ひどかった時があって札幌ってカニじゃない、はい、そうですか、もう時期的には夕張メロンバーン出るみたいな、うんうん、ね、で食べ放題、うん、でコックさんも待ってんだよ、わ肉を焼こうみたいな、はい、ね、うん、で俺らはね札幌行った時に、うん、その時4人だけ必ずピックアップで慰問しなきゃいけない、はい、しなきゃいけないって言ったらいけないけど、はい、慰問に行くわけね、はい、で、あ、まあ子供と触れ合って、うん、で帰ってくる、うん、で帰ってくる頃にはもうみんな食事終わって出てるじゃない、はい、もう年一の札幌だからそうです、ね、で帰ってきて、うん、そっから食事に行くっていうよりも食べてから出ようと思ってるから、うん、こっちも慌てて、うん、そしたらその会場に現れた選手が4人、もうみんなカニなんか山ほど残ってるし、食べ物なんか全く手つけてないっていうような状態なんだよ。マネージャーがこうやって首かしげて椅子に座ってんだよ。どうしたんですかって言って、お前らで4人だよって。みんな外出た。外に食べに？いやそりゃさ、年一の札幌でさ、食いたいもの食いたいじゃない。でも食いたいものも揃ってんだよ。でもすすきのという誘惑の街が待ってるじゃん。そこにみんな行きたいわけよ。そりゃそうですよね。ああ、だからもうホテルで食べるやつなんか誰一人いないんだ。いやそれカニとかも呼ばれるとかももう腐るほどこうバーンあるんだよ。だから俺らなんか食い放題なんだけどそうですよね、うん、食い放題なんだけど、はい、俺らも慌ててもう外に出た。もうなんかもう飲み込むような感じで早く外に出たみたいな。それこそなんか食べる人食べない人でチェック取っとけばよかったですよね、うん、いやだからもうそれからチケット制になった、うん、あもうその方がいいですよね、うん、だから食べないやつは誰かにやってくれと食べた分だけ球団が支払うというね、うん、もうそういうシステムになった。そりゃね俺はもう初めてびっくりした。これだけ残飯になるのかっていう、もったいないし美味しいものが、いやもったいないですよね。で4人だけ確かにそれもつつくように食べてて外飛び出したみたいな。そうですよ。そりゃね年一のね、うん、札幌だとそうなるよ。そう監督コーチだってそうなっちゃいますよね。監督コーチなんかもういないね。真っ先に、うん、だからまあそういうこともあったりとかね、はい、まあ食事の話っていっぱいあるよ。ありますよね。例えば大学の時からプロに入った時に、はい、うん、今ではよくこんなもん食べてたなって思うのが、うん、プロ1年目で、はい、甘辛ぐちゃぐちゃって分かる。え？卵どうする？甘辛ぐちゃぐちゃってみんな言うわけよ、うん、最初あった時甘辛ぐちゃぐちゃ甘くて辛くてぐちゃぐちゃ、うん、どんなんだったら、まあバーッと卵をこう溶いて、はい、砂糖と、うん、まあ、醤油かなんかで味付けをしてくれるんだよ、はい、それは甘辛ぐちゃぐちゃって言ってたんだけどさ、はい、でも5品ぐらいあったの。お品が、はい、まあ例えば卵甘辛ぐちゃぐちゃ、うん、納豆、うん、でなんかまあ味噌汁に、うん、なんかこうお魚とか、うんうんうん、はい、朝食はね、はい、こうあって、うん、いやーすげえやっぱプロってすごいなと思ってたんだよ、はい、なぜ思ったかというと、うん、大学の時なんかさ朝練終わって昼飯、はい、ね夏、うん、白飯に冷ややっこだから、うん、両方真っ白だからこれどうやって食べるんだろうとか思って、それもおかかとかも乗ってない、白白真っ白白白何ですかそれ。いやこれ一瞬考えたよ、はい、どうやってこれ食うのかなと思って、はい、これ味も素っ気もないじゃないみたいな、うん、そしたら先輩たちの見てたら、はい、醤油ぶっかけて、はい、そのままご飯にか
かけて、お豆腐を、うん、冷ややっこ丼みたいな。それ体力どうなんですか。いやそうなんだよ、うん、それでリーグ戦の次の日試合っていう時だけ肉が出る、うん、悲惨だよお前。朝なんか大体基本はご飯に味噌汁だけ、はい、漬物もない卵もない。それは自分で食べたければ買ってこい。すごいですね。すごい生活だった。だからプロに入った時1年目に甘辛ぐちゃぐちゃ、はい、甘辛ぐちゃぐちゃでもいいから食いたいみたいになるじゃない。で5品ぐらいあるわけだから。そうですよね。ああ、でも大学でそれだったんですか。大学で昔はそれだった。今も健康上、ね、うん、管理されてるから、はい、そういう食事はないと思うけど、はい、昔なんかそうだった。だって野球部って言ったらそれこそいっぱい栄養食べなきゃっていう、うん、普通のだって四大の大学でさえすごいですよメニュー。でもね今までね俺強烈なのはやっぱりね、はい、冷ややっこにご飯がねこれは最強だったと思うこのメニューは。おい食べてて どんな気持ちで食べてたんですか。虚しくなるよねもちろん虚しくなるけど、うん、もう大学ってさやっぱ4年間そういう生活をすると、はい、もう何もかも高級品に見えるよね。もうそれしてれば例えば、うんうん、焼肉なんか、うん、その部屋6人部屋だったんだけど、うん、その1人が誕生日だ、うん、そしたら、うん、先輩が思い越しを上げて、うん、じゃあ焼肉行くかっつって、うん、で行ったんだよ、そこの焼肉がうまいことそうなりますよね。その焼肉のお店のご飯全部食うんじゃないかっていうぐらいキムチで一杯キムチで一杯炭塩2枚で一杯みたいな、そんな勢いで食ってたよ。まあでもそうなりますよね。なるなる。冷ややっことねえご飯しか見てなければ。だからプロに入って1軍も2軍も俺らからするとないわけよね。食事が3品以上あるっていうだけで幸せな世界だったよ最初はね。そうですね、うん、まあ人間ってダメだね、うん、口が肥えていったりとか贅沢を覚えると、うん、なんだこれって思っちゃうよね。そうですよね、欲が出てきちゃうんですよね、うん、どうだからまあ、今年っていうか来年の夏は原点に帰って、うん、なんか辛いことがあったら、うん、冷ややっこと白飯で飯を食いたいと思います